はいどうも、お疲れ様です。おはようございます。4月11日朝6時の相場解説になります。まず、冷やしを見ていただきたいんですが、今回ブレイクアウトしております。あの、先週の放送でも申し上げましたけども、こういうふうに下落が始まってね、その下落の半分とか3分の1で戻って、さらにその戻りから半分ぐらい、3分の1ぐらい戻って、 こういうふうにボラティリティが徐々にちっちゃくなっていってますよねって話をしました。ボラティリティがちっちゃくなっていくと当然ですけども、こういったトライアングルがかけるわけですが、トライアングルの向こうにどっかで、このトライアングルのね、こちらの線か、こちらの線を越えたブレイクが始まるってことをお話しましたけども、今回ブレイクしましたね。ドカーンと。大きな陽線が出ております。しかもこれは陽線が3本続いてますんで、3平ってやつで、3平の3本目が強いですから、これはそこそこね、 上昇するこの圧力が高まってきたんではい。それでね、ちょっと一旦消して、これ4時間でもお話しすると思いますけども、今ネックラインを超えようとしているところなんですよ。ね。超えるかどうか、跳ね返って下の方に行ってレンジを形成するのか、さらに上の方に突き抜けて別の世界に行くのかってことが、今、冷やしで見えるんですよね。で細かく見ていきます。4時間です。4時間は、 昨日レンジを描いたところを突き破ってねレンジの話は1時間でしますけども急上昇したわけですよね急上昇していって大きな陽線をつけて陽線を2本つけて今やっと落ち着いたところなんですがただこれもね一旦下にいってるように見えて N を書いてもう一回上にいくかもしれませんその今ねちょうどこのゾーンにいるところなんですよここねこちらとこちらと今発生するこちらまさに 3点展示を作ろうとしてるところでしょ、うん、これが4時間の見立てですじゃあ次1時間です1時間は昨日1日かけて設定したあのレンジを抜けていってくれましたよね最終的なレンジってのはこことここで作られましたよってことを話しましたつまり今日は火曜日は何事もなければこのレンジで勝負するんだよってことをお話しで昨日の放送終わったんですけども深夜のうちに何事かがあったわけですよそれがこちらを超えたブレイクですよね でブレイクししててダーンと抜けていきましたあの4時間とか1日足見ていただいたらここがどことね、えー、同じ頂点を作ってるのかってことは確認できますけどもただその頂点ネックラインをですね超えなければこのまま超えなければレンジジャンプションができるんですよレンジジャンプションねここも一つレジサポラインになってますからねこことここでいいわけですよでもこれが一時的な N 字を書いたものであってさらにねあしまった一時的な N 字を書いたものであってさらに上昇の方にボカンと抜けていくとしたらこれは日足の方で見た日足にもう一回戻りましょうか日足の方で見たここのネックラインを越えてですねまだまだ上昇する余地に繋がっていくととなります最大でここまでですよね ですから、今日はそこを見極めて、えー、再度エントリーを考え直すってことになります。昨日はね、なんだかんだ言って午後から利益が取れるポイントばっかりだったんで、あのー、今日はね、その分、一旦5さ3になっても、もう、明日からのこともありますんで、ちょっとせめて午前中はね、この動きがどうなるのかってことをしっかりと見定めていこうかなっていうところでございます。で、午後からね、1トライでも2トライでもできればなと思いますけども、そうではなかった場合は、きちんと今日で、今日が月曜日だと思ってね、あのー、 ととチャートの方、方針をまとめて明日からまた実行していくってことこになりま,す、うん、まあだからチャートの伸びっていうのがねあの思い描いていても、まあ、例えば3時間後にこうなるだろうなと思ってもそれが結局1時間でそれをねなっちゃうと形としては同じだけどもできるペースが遅くてエントリーが遅れたりとかねロスカットが遅れたりとか利確が遅れたりっていのがあるわけですよ。 そういうのも込みで技術になりますんで、これからもしっかりと身につけていきましょう。ということで、今回以上でございます。